山田聡太郎でですすコメントですか、はい、あの特に嬉しいとかしかあの表現がないのですが <laughs> 感想は、まああのまあ、作戦通りにうまく、まあ、はまったとっいう形で本当にはそのまだ実感の時に分からないんですけど周囲が喜んでくれてるっていうのはサポートとかしてくれた練習の仲間とか喜んでくれてるっていうのが。まあ 僕自身ととしますしして嬉いいでですすねす 2> 第2代テストワンタム者崎です昨日はありがとうございましたとちょっと言い訳になってしまうんですけどあの1ヶ月前ぐらいにちょっと大きな怪我をしてで試合1週間前ぐらいにやっと動けるようになった状態で試合してちょっと決められそうになったりしちゃったんですけど、まあ、僕としてもチャンピオンとしての。 意地っていうものがあるんでうんか僕が負けて他の人がチャンピオンになったらゼストは潰れるそういう覚悟で毎回僕は試合に挑んでるんでチャンピオンとってのは何なのかっていうのを体現できたような試合をお見せでき いっったんじゃないかなかてて思ってます、えー、第3代ゼストフライ者伊藤聖一郎ですと昨日は2ラウンド目にギロチンで一本勝ちできたんですけどちょっともう内容はもう全然だめだめで、ま、ずっとライジン出たいって言ってるんですけど、まあ、ライジンは他のでかい舞台で戦っていくために勝ち方がちょっと判定勝ちじゃなく1本 KO で。 勝たななきゃダメだなと思っててで逆にそれを狙いすぎて焦って中途半端な形で技仕掛けに行ったりだとかちょっと自分の動きが雑になってしまってそれでま普通に戦っていれば全然自分の方がま組んだ時の力とかもそうなんですけどまあ全然自分の方が強かったと思うんですけどまそれが焦って雑になってしまって。 ちょっと内容的にはだめだめだったんでちょっとここをしっかり反省点生かして、まあ、年末とかそのでかい舞台に戦うときに向けてもうちょっと強くなれるようにこれから練習頑張りますあのすごい気持ちが前に出てていい選手になったなって ちょっと上からですけど思いましたねまたこれから一緒にストを高めに持っていくために盛り上げていきたいなって思うんでま,あまたきっと2年後でも3年後でも僕はベルトを持ち続けるんでいつかまたタイトルマッチやりたいなって思います自分からできることはやっぱ試合勝って勝ち方 いい勝ち方してアピールすることですかね、まあ、とりあえずは目の前の組まれた試合一つ一つこなしていってで大臣出場できるようにこれからも勝ち続けていければと思います、まああなふに帰ってくれて、まあ嬉しいですね、まあ、自分は絶対面白い試合できると思うしするんで先輩の 所さんみたいな試合できるような所秀夫にせって言われるような選手になりたいんでその期待応えられるように頑張りますこれからも僕多分11月のテスト記念興行に出ると思うんですけど対戦相手はきっと実行委員会の方が最低でも 会場を盛り上げられるような相手を用意してくれるはずだと僕は思ってますはい、えー、e s t のスポンサーにもなっている後ろにもありますが現スポーツアカデミー、えー、新宿区大久保にあるジムですが <laughs> はい、えー、女性から、えー、ライトなフィットネス格闘技楽しみたい方から、えー、プロ選手まで、えー、幅広く楽しめる内容になっていますのでインストラクターもオリンピック 元代表の足立卓海選手、先生現 u c ファイターの佐々木朗希選手等々、優れた講師人がいらっしゃい,いますので、ぜひお越しくださいませ。